こちら冷凍チーズケーキのポップアップショップなのですが、先ほどから途切れることなく列が続いています。 JR 名古屋高島屋に明日まで期間限定で出店しているチーズワンダー、北海道産の牛乳を使った冷凍チーズケーキです。普段は週に2回オンライン限定の販売で、レモンを使った夏限定の商品はわずか数分で売り切れることも。今回は店頭で手に入るチャンスとあって、連日夕方には当日分が完売するほどの人気です。ネットを見て気になってて、今日あるってLINE が届いたんで、あ、絶対来ようと思って今日買いました。夏用のなんかレモンの味になってるっていうのを見たので、あ、これはぜひ食べてみたいなと思いました。このチーズケーキ、暑い夏にぴったり、冷凍ならではの楽しみ方があるんです。解凍時間によって食感が様々ですので、今の時期です と、冷凍状態でアイスのようにシャリッとお楽しみいただけるかと思います。完全に解凍すればふわふわのクリーム感、解凍してすぐならアイスのようにと、解凍時間によって食感の変化を楽しめるのも冷凍ならではだといいます。夏限定のレモンのチーズケーキを冷凍庫から出してすぐに食べてみると、これがスプーンを入れるとアイスクリームみたいですもん。ほらこれ、いただきます。シャリシャリしてて美味しい。でも元々のそのチーズムースとチーズスフレのクリーム、牛乳が濃い感じは出てますね。おお、半解凍、もう外側クリームっぽいところがありますよ。ああ、半解凍美味しい。あのクリーム状になってるところは非常に滑らかで濃厚。でもその中にシャリッとした部分があるんで、あのちょっと一見重くなりがちなチーズケーキも、こう最後までこうシャリシャリ感、爽快感と一緒に食べられる。今や定番にとどまらず、楽しみ方がどんどん広がる冷凍スイーツ。変化は店のスタイルにも。24スイーツショップは今急成長を遂げる専門店。24時間無人営業の店で、なんと去年から東海3県の14店舗を含め全国100店以上に出店しました。約9割が女性の方となります。また、販売時間がですね、夜の8時以降が約売上の 50% を、他のお店が閉まった後に、来ていただいているのかなという実感はありますね。店頭に並ぶのはいちごやオレンジの断面が見えるケーキ缶や、カラフルなフルーツ飴など見た目も華やかな商品ばかり。およそ700種類のラインナップから季節や需要の変化に応じて商品を入れ替えています。できてから結構来てます。珍しいアイスとかフルーツのやつとかいろんな種類があるので。大きな特徴は都市部ではなく郊外や地方に出店する戦略です。郊外に行けば行くほどお客さんの反応、需要の高さっていうのは伺えるっていうような印象ですね。スイーツ屋さんとかっていうのもなかなかない、そういう人たちだからこそ都会で流行ってるものであったり全国で流行ってるような商品に対して需要がある。厳しい暑さの日には食べたくなる冷凍スイーツ、楽しみ方は今後も広がっていきそうです。